どうも、こんにちは。筋トレをしすぎて手に豆みたいなやつができた男です。え今回はこちらの夜食ツナマヨネーズと鶏五目ご飯。この鶏五目はめちゃめちゃうまいです。温めて食べるとさらにうまい。さらにこちらはスイーツ仕立ての飲むヨーグルト。普通の飲むヨーグルトに比べて甘みがあります。かなり甘いです。で、僕の大好きな美味しいお茶もあると。で、今回タイトルにある通り丸見えっていうことなんだけど何が丸見えになるかと言いますと、 7月の終わりぐらいからチャンネル登録者が丸見えになるみたいです YouTube の仕様でチャンネル登録者数非公開のチャンネルは全て公開になってしまうみたいですまあ、あのそれだけですまあ、丸見えっていうとねやっぱ世界丸見えの方を思い出す人多いかもしんないけどでもね最近テレビを見なくなったって人かなり多くなってるみたいで世界丸見え かかりますか俺もねだからダウンタウンさんが出てる番組は全部見てるんだけどその他は確かに昔に比べるとあんまり見なくなったなっていうね皆さん今見てるテレビ番組とかありますでしょうかまあ YouTube とかねネットフリーアマプラとかの時代になっちゃったもんねでもやっぱ YouTube って面白いもんね見てて飽きることがない YouTube はうん YouTube さん最高だよね